はいどうもこんにちは。今回はこちら新しく発売されましたカーズトミカ、こちらを今回はチェックしていきたいと思います。ラインナップは C40 ジェフゴルベットスタンダードタイプと C25 ライトニングマックインパーティータイプ、そして C23 マックスシュネルスタンダードタイプ、あとカーズトミカ整備トレーラーで遊ぼうマックカーズ1タイプです。まだまだ定期的に、ね、発売されているカーズトミカなんですが、今月もねまた新しいコレクションが増えました。それではね早速開封してみていきましょう。はい、まずはですね、なんといってもライトニングマックインから見ていきましょう。こちら C25 のライトニングマックインパーティータイプです。じゃあ箱からねちょっと見ていきます。こんな感じになってます。はい、こんな感じですね。じゃあ開けていきましょう。はい、出ました、ライトニングマックイーンパーティータイプです。はい、こんな感じですね。こちらのカーズ2ですねのパーティーシーンで登場するあのデザインのライトニングマックイーンですね。はい、ね、かわいい、ね、ちょっと優しい表情のライトニングですね。特にこのね、ホイールとかがね、このパーティータイプ特徴的ですよね。このシルバーにね、赤いリムが入った、このホイールですね。多分このパーティータイプでしか採用されてないと思います。で、ウィングはこちらのね、乗っかったタイプですね。こんな感じになってます。色もね、ちょっと、パーティーらしくちょっとメタリック系のレッドです。でこちら、以前にもね出てまして、パーティータイプというのが、で以前のモデルがこちらですね。こちらのパーティータイプ色も同じようなねメタリックレッドなんですけど、大きな違いはこの目の表情ですね。ちょっと古い方は何て言うんだろう、ちょっとやんちゃな表情というか、ちょっと眉間にシワが寄ったような感じですかね。こっちは優しい表情。口は大体同じような感じですよね。じゃあちょっとね、これも一緒に比べてみましょうか。はい。まあ、デザインは同じですね。同じパーティータイプなので。はい。で、こんな感じですね。新しいはね、ちょっと優しい表情でね、可愛いマックインになってます。それじゃあね、次のやつ見ていきましょう。はい、続いては C23 マックスシュネルスタンダードタイプですね。こちら、マックスシュネル。こんな感じですね、パッケージ。じゃあ、開けてみます、こちらもね。はい、出ました。これもねかっこいいですよね、マックスシュネル。こちらもカーズ2でねワールドグランプリをね、戦うねライバルなんですけれども、はい、こんな感じでちょっとこう左側を睨んだような表情ですね。多分こっちにね走ってですね、ライトニングかな。うん、こんな感じで、色もねこうブルーの深いブルーのね渋いカラーに、ね、こうドイツ国旗のようなねカラーリングが施されてます。はい、ちょっとね DTM マシーンみたいな感じでかっこいいですね。うん、リアウィングもでかくて、ね、非常にカラーリングとか細かいですね。パーツシーンですね、スタンダードタイプ、はい、こんなんなんですけど、これもね以前ね出てまして、こちらですね、マックスシネルスタンダードタイプ。はい、こちらね右が今回のモデルで、左がね以前のモデルです。こちらもね表情違い、うん、なんだろう、この以前のやつは何なんだろうね、このちょっとボケっとしたような表情なのかな。うん、あまりなんか目力がないというかね、そんな表情です。こちらもね新旧比べておきましょう。こんな感じで、ね、後のところのね、口の角度とかも多分同じですね。はい。カラーリングもね、
同じだと思います。はい、そしてこういった感じで、うん、はい、なんか今回のこれは表情が豊かでなんか好きですね。うん、かっこいいです。じゃあね、もう一台見ていきましょう。はい、続いては C40 ですね。ジェフ・ゴルベットのスタンダードタイプです。はい、こちらもね、パッケージ見ときます。こんな感じですね。じゃあ開けます。はい、出ました。よっ、はい、鮮やかなイエローのボディ、かっこいいですよね。もうカラーリングね、めちゃくちゃかっこいいです。非常にいいですね。こちらはどちらかといったら右側を見てるような表情ですね。さっきのこういう感じで見ると、こうなんかデッドヒートしてるようなね、感じもありますね。はい、でこれもね、ちょっとぐるっと見ときましょうか。はい、こんな感じで、うん、やっぱね、かっこいいです。色もいいね、ほんと。はい、かっこいいね、黄色は。うん、そしてこちらも以前ですね、こういった感じでジェフ・ゴルベットのスタンダードタイプが出ています。こちらもちょっと比べてみましょう。はい、こんな感じでね、こちらが今回のモデルで、こちらが以前のモデルですね。以前のやつもね、ちょっと眉間にシワが寄ったようなね、表情の違いがありますね。で、ちょっとね、置いてたせいなのか、色合いが以前のやつの方がちょっと薄い淡い黄色かな、今回のが若干濃い黄色なんですけど、ちょっと長いことね、置いてたんで、そのあたり退色したのかちょっとわからないんですけど、はい、比べてみましょう。表情的には口は同じだけど、この目の表情だけが違うという感じでしょうか。はい、これもね、こんな感じで、はい、同じですね。はい、若干やっぱりね、新しいやつの方がちょっと光沢がね、このカラーリングにもね、あるような気がします。こっちはちょっとマットな感じ、こっちはちょっとまだツヤがある感じです。で、なんかカーズトミカいろいろ持ってるんですけど、この黄色いボディのやつってね、ちょいちょいこうやってね、塗装剥がれが出てきます。黄色がよくなんかこんな感じになるなと個人的にはね、思ってるんですけどね。はい、こんな感じですね。うん、これもね、めちゃくちゃかっこいいね。はい、こちらね、ジェフ・ゴルベットのスタンダードタイプでした。それじゃあね、次マック見ていきましょう。はい、続いてはですね、カーズトミカ整備トレーラーで遊ぼうマックカーズ1タイプです。ね、大好きなマックのコレクションがまた1台増えました。どんな感じかというと、これですね、遊びがいっぱい整備トレーラーに変形ということで、まあ、トレーラーの荷台が開いて、こういった整備工場っぽくなるのかな。あとジャッキやターンテーブルで整備遊びを楽しもう、後部8から発車という感じですね。これもね、箱ちょっと見ていきます。こんな感じですね。カーズトミカ最大4台収納できると。で、長さが約全長290mm か29センチですね。はい、こんな感じで、ね、ジャッキアップ、ターンテーブルでターンですね。で、後部8から発車と、ね、はい、こんな感じです。で、横はこんな感じで、反対はこんな感じで、後ろね、こんな感じです。はい、こんな感じでずっと遊び方とかね、書いてあります。そしてそこにはですね、こういった感じシールが入ってるようで、シールの貼り方の説明がついてます。めちゃくちゃ多そうです。はい、じゃあ早速開けてみましょう。出ました、シール、めちゃくちゃ多いですね。はい、マック、シールの貼ってないマック、
うん、こんな感じです。で、そしてトレーラー部分ですね、こんな感じですね。はい、はい、こんな感じです。それじゃあね、シール貼っていくんですけど、これめちゃくちゃ多そうです。2枚入ってた全部でね、28枚かな。それじゃあ貼っていきましょう。はい、1番ですね、1番からいきましょう。マックの帽子、よいしょ。はい、2番はね、トレーラーの中のようです。これはね、ちょっと貼りにくいです。よいしょ、こんな感じかな。はい、3番はテールゲートですね。テールゲートのステッカー、はい、はい、4番は右サイドのパネルですね。非常にでかい、こんな大きいやつね、最初から貼っといてほしいですね。はい、なんとか綺麗に貼れました。はい、5番から9番は Mac の左右ですね、貼っていきましょう。こんな感じ。はい、10番11番はトレーラーの中ですね。はい、続いて12番と13番貼っていきます。まず12番、12番と13番似てますけど、12番だけこの位置だそうです。続いて14番ですね。14番も貼る位置注意です。よし、こっちかな。そして15番が3枚ですね。続いて16番が4枚ですね。16番このちょっと盛り上がったとこですね。続いて17番、これはパネルの内側ですね、ここに貼るようです。これもね、結構大きいんでね、緊張しますね。ここに合わせていきます。はい、こんな感じで。はい、18、19、20なんですが、ここで3分割になっているようなんですが、多分ね、一番大きい19から貼った方が貼りやすそうなんで、19から貼ります。はい、なんとかいい感じに貼れました。はい、そして18ですね。18、はい、20、はい、サイドもね、無事に貼れました。はい、続いて21番、こんな感じ。はい、そして22番ですね。はい、このラスティーズは向きがこっち向きですね。よいしょ、うん、はい、こちら向きですね。はい、23番、これはマックのね、泥除けの部分に貼っていきます。はい、2枚ですね、左右で。はい、こんな感じで。そして24番はトレーラーの中ですね。はい、こんな感じで。はい、続いて25番、はい、トレーラーのね、パネルですね、パネルのところに。
続いて26番ターンテーブルのね外側ですね。難しいなこれは。よいしょ、うん、こんな感じですね。はい、続いて27番、はい、こんな感じで、はい、続いてラスト28番ですね。よいしょ、ギアバンプですね。はい、貼れました。はい、カーズワンタイプの Mac です。じゃあぐるっと見ていきましょう。シールね、たくさん貼ったんですけどね、結構大きなんとかね、こんな最初から貼っといてくれたらいいのにと思うんですけれども、まあ無事になんか大きな失敗なくね貼れました。はい、じゃあぐるっと見ていきましょう。こんな感じですね。ね、Mac は可愛いよね。はい、こんな感じです。こんな表情で、反対側こんな感じですね。で、テールゲートはこんな感じ。はい、で、屋根にね、シール貼ってます。で、続いてですね、ギミックの方見ていきましょう。まずですね、こう Mac ね、ここはトレーラーがね、分離できます。ちょっと硬いですけど、こんな感じで分離できます。結構しっかりはまりますね。で、テールゲートがね、開きます。こんな感じで、で、この屋根の右側からこう跳ね上げると中がオープンします。その時にここにこういう感じで足が前と後ろにこれとこれですね、ついているんで、これを出しながらパタンと、そうするとここに足があるのでここが落ち込まない、そんな感じになってます。で、ちょっと近づけて、まずね、ここにね、トミカが4台乗るようです。で、これを、まあ、外した状態ですとこんな感じ。で、つけた状態ですとここにカチッとはまるんで、これで4台乗ります。こんな感じで。ちゃんとここにタイヤがね、はまるんで、ちょっと揺すっても大丈夫ですね。で、上にと、で、もう一台、はい、これで全部で4台乗りました。今ね、こういう状態で4台乗ったんですけど、一応注意点があるようで、背の高いカーズトミカは写真のように中板を閉じた状態で乗せてくださいということで、こうメーターとかレッドフィルモア、この辺りの背の高いやつだと2台とか3台しか乗らないようです。ちょっと乗せてみましょう。はい、この状態で、メーターですね、メーター、ん、あれ乗ったぞ乗りましたね。乗りますよ、メーターもね、中板閉じなくてもちゃんと入りました。ただこうやって乗せるときはちょっとね、乗せにくさはありますね。ちょっとメーター乗ったんで、フィルモアも、うん、乗りましたね。意外と乗りました一応これでもね、4台入りそうですね。じゃあ他のギミックも見ていきましょう。はい、続いてはこのね、ジャッキアップダウンですね。ちょっとこのライトニング使いましょうか。これをまあこんな感じで乗せて、ジャッキアップちゃんとロックして止まります。ちょっと力を入れてやるとね、降ります。こんな感じ。はい、これがジャッキアップダウンですね。あとついでにね、こちらのターンテーブルですね。こんな感じで乗せてこう回ると、こうですね。どうやらね、1回転はしないようです、この90度だけで。から発射、あとですね、ちょっと一旦外しまして、ここですね、この
ここに乗せた状態で、ここにね、突起があるんですけど、ここを指で上げてやると、あ、これは上、外さないとダメですね。外さないと、ちょっと上げた時に当たるようです。こう畳んで、これで上げてやると、こんな感じで。で、一応ね、4台ね、乗せた状態で、トレーラーをね、ちょっと閉じてみておきます。よいしょ。これをね、入れて。こんな感じで、で、トレーラーを畳んで。はい。ちゃんとね、乗ったまま、こう閉じれました。はい、こんな感じですね。で、開けるときはね、また、後ろかね、後ろを開けて、こうですね。で、足を出して、はい、こんな感じで開けれます。あまりひどく開くことはね、中バラバラになっちゃいますけどね。で、このね、このカーズトミカ、整備トレーラーで遊ぼう Mac、カーズ1タイプなんですけど、これ以前にもね、同じような商品が出てまして、ちょっと一旦避けて、はい、こちらですね。はい、フィットに変形、トレーラー Mac ということでね、もうね、そっくりなやつが以前には出ていました。はい、これなんですけどね、中も、一応比べてみると、はい、中のね、このジャッキとターンテーブルの色がね、青か黄色か、ね、前のやつは青だったんですけど、今回黄色になってまして、この中のシールとかね、若干違います。あとね、このトレーラーのね、後ろのシールもね、違いますね。これ以前のタイプ、これ今回入れたタイプですね。で、後ろはこんな感じで、ここは一緒ですかね。あ、右側面も同じかな、これ。あ、若干違うな。同じようだけど、少しね、この、やっぱり違いますね。違いありますね。で、Mac の方は。はい。顔の表情は同じかな、これは。うん。Mac の表情は同じようですね。若干違う。このね、ライトのね、ところが、新しいやつはシルバーで塗られてますね。古いやつはこう赤のまま。あ、すごい、ちょっと、バージョンアップしてる。あ、ここも違う。この、屋根の上のシルバーのね、やつと、ここ。で、ちょっと古くなって、若干シールが剥がれかけと。はい。あ、結構、違いましたね。はい、そんな感じです。はい、ということで今回は新しく発売されたカーズトミカのコレクションを開封してチェックしてみました。今回ね、この3台ね、新しく出たんですけどね、また今後ね、次はどれが出るのか楽しみです。そして Mac の方は中のね、ターンテーブルとジャッキの色が違うだけかなと思ったんですけど、結構ね、こうシールが、デザインが違ったり、あとところどころね、こう、ライトとかこの辺りがね、塗られてたりね、ちょっとバージョンアップしていました。また今後もね、カーズトミカの方ね、いろいろね、ご紹介していきますので、もしよかったらチャンネル登録、グッド評価の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。